兄、やり方は知ってるよな。行くぞ。なんだ、足蹴られたのか。もう行っていいかい。まだだ、関東を取り上げるまでが訓練だ。待てよ兄、これにはやり方があるんだって。はい、次はあんたが私を襲う番だね。いや俺は。どうしてこんな茶番になると思う。さあ、なんでだろうな。それが人の本質だからでは。絶望的につまんない手紙ね。ま、あんたの知り合いならしょうがないか。っていうかあんた、せっかくの非番なのにまた兵服なんか着てんの？そんなんじゃモテないよって教えてあげたじゃん。あんた愛想ないんだからさ。知ってるね。知るかよ。それより早くお家に帰ってパパに慰めてもらいな。コーデロインだね。違法薬物の所持は禁錮3年から5年。ただし。ふざけんじゃねえ。ただし、この娘について知っていることを聞かせてくれたら、私は何も見なかったことになる。どうする？持ち込んであるのかな。試してみれば。いや、やめとこう。あんたは頭が切れる。本当に毒ならわざわざ挑発などしない。何か魂胆がない限りはな。そんな挑発に乗る間抜けだと思ったのか。ああ。まぬけだね。カーリー・ストラットマンはどこにいるの？あんたはまるで巨人だな。突然現れて全てを台無しにした。カーリーは…カーリーはここにいるの？私はここに来なかった。あんたにもウォルドにも会わなかった。わかった。もし後で私のことをちょっとでも喋ったことがわかったら。